サタニズム、あるいはディアボリズムとは宗教的主義の一つである。イデオロギー的、哲学的信条や社会的現象との関係を含み、悪魔主義、サタン主義、悪魔崇拝、悪魔信仰とも呼ばれる。一般的にサタニズムといえば、サタンを崇拝し、悪の力を持って善なる力に打ち勝つことにより世界滅亡を目的とするとされている。しかし、 最大のサタニズム組織であるサタン教会はこの考え方を否定している。サタン教会はサタンが実際に存在するとも知っておらず、単にある概念を物質的に代表する名称としてサタンの名を捉えている。サタニズム信仰者の一人でサタン教会の創設者であるアントン・ラベイによれば、たとえそれがサタンという名の神であってもあらゆる神を信仰しないとされている。 サタニズムにも様々な形が存在するが、多くのサタニズムでは、サタンとは、イデア、人間性のある一面、もしくはあらゆる存在の源や宇宙を超越した、何らかの力の人間界におけるインターフェースを、意味する。また、サタンは、一般的には、悪や理不尽な力を連想させる言葉ではあるが、サタニズムの支持者にとっては、ある少数派的な精神性と思想を示す言葉でも、 あるこのことから、有人論のサタニズム信仰者も存在することから、サタニズムが自己矛盾した存在であるとされることもあるが、一般的なサタニズム信仰者には欧米で、一般的な神に使え天命に従うような考え方は存在せず、自身の物質的、身体的な発展と解決がことさらに重視される。このような主張から、サタニズム信仰者は、 キリスト教やユダヤ教といった伝統的宗教の信仰をうとんじ、人間中心主義的な世界観を構築し、そして利己主義であることを好むと捉えられている。ありがとうございます。